い。というわけでですね、ちょっと今とんでもない雨の中歩いてるわけなんですが、今僕たち超特急所属しているエビダンというものがございまして、それの年に1回のエビダンザライブっていうのが明日行われるわけなんですよ。それの、まあ、前日リハというか現地でリハーサルをさせていただくことで、外に出てお昼ご飯でも涼雅と一緒に食べに行こうっていうことになったんですけど、台風が直撃しておりまして、まだ雨来ないと思ったんですけど、一応予報ではね5時間後ぐらいに直撃だったんだけどね。はい、もう靴終わったなこれな。はい、めっちゃ早っ、めっちゃ早っ、早っもうこんな迷ってる、もう迷ってる、もう迷わなくていい、こんなのは。たかしはいつも何ですか？俺はね、こんな感じ、ちょっといつもと少し違うけど。あら、そう、ニンニクなしじゃん。そう、なんだよ。この後、リハがあるから一応入るよ。あ、まあでも あってはいるんだよ。俺はって感じ。なんかこう罰にしてこれにしていやいや、いややろ。ドセンターでさ、ニンニクむちゃ食ったやついいの。歌うからね。そうなの。今エビダンザライブのバックステージツアーをしてくださってます、スタッフさんが。なります。オッケー。おいちょ危ない危ない。今回はエビダンザライブ2020のクルーズということで、船ワンピース海軍の敬礼。おい、なんか違うよ、さっきから。あれ、やっぱコントローラー。うまいうまい、危ない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 。サンキュー。ああ、まあ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 。え？待って。え？弱っ。今のやっと理解したから。理解したから。まあ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 。頑張った方じゃないよ。頑張った方じゃない。今頑張った方じゃない。まあ頑張って。深夜2時に見たくなる動画。ASMR ね。ASMR。いや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 。お任せやるんだったら俺よ。はい、終わったヘビダンザライブ2024クルーズ、いよいよ本番当日がやってまいりましたね。こんな感じになっております。全体で見るとすごいね。今、はい、あ、公式用にも1枚。はい、では、全体の集合写真終了になります。もう普通に全部リンボーしてんのまだ全然全員は揃ってはないんですが、このラインナップですよ皆さん。60何人いるんですよ。すごくないですか。おはよう、おはよう楽しんでこうね。楽しんでこう。ありがとう、ありがとう。皆さん、おはようございます。今日もね、一覧行きます今日はいいですね、いい天気ですから、はい、今日もいい天気ですから行けますね。あ、これはもう去年もありましたね。あ、今回も今年もこれがあるということで嬉しいね、嬉しいね、本当にこれも。あ、ありがとう。ヤジさんルームでしたっけ。そう、ヤジさんルーム。やった。一応ね、今回も撮ってるの。ありがとうございます。撮らせてもらってます。今回アイスのみんなはね、マイバディね。そうです。やってくれるからね、はい。いや、裏で聞いてるよめちゃくちゃいい感じやからな。本番も気張ることなく、はい、無理せんと。ありがとうございます。楽しみましょう。頑張ります。それぞれみんなあれやもんな、シャッフルとかもあったりもする人もいるし、はい、また別のところで、はい、世代別とかもあったりもするしな、はいはい、なちょっと緊張すると思うけど、はい、うん、楽しんでいきましょう、はい、こちらも何か
今回ミルクのみんなが屋台を出店してくれたということで、ミルクうまいもん館すごい。で取れる？え？取れる？取れました。そうか、よかった。いいね。やってきたね。いただきます。食べちゃう？ごめんなさい、失礼します。うまっ。美味しい。ぜひ皆さんも食べてみてください。食べたいけどな。ぜひ皆さんも食べてみてください。食べたいけどな、これ。あ、どこでやった。食べれないか。食べれないか。食べれないか。羨ましいだろ。なあ、お前食えねえよ一緒。なあ。うまいよ。これうめえわ、これ俺のだからね。見てる人も羨ましいじゃん、これね。そんなマウントの出来上がった。おい、欲しいな。うん、あげねえよ。これ何？シュガーバターです。あ、シュガーバター、俺も頼んだ。あ、同じですか。シンプルなやつで美味しいよな、はい、それ何？オレンジジュースです。オレンジジュース。あの、そんなとこまで配慮してくれて。オレンジジュースか、いいな。そのさ、シール、ペンギン、あ、ちゃんとアイスの。お、ほんとだ。バターも持ってるから。お、すごい。これさっきね、超特急のマークやったから。アイスいいな。なんでやねん。なんかおしゃれ。これはもう現代のロゴやからよ。これはもう13年前のやつやから。古いよな。古いけど。おはよう。おはよう。ちょっと暑いな、こっち行こうよ。暑いですね、さすがに。今日なんかこのミルクうまいもん館っていうのはさ、これ出店してくれたってこと？はい、そうです。すごっ。ちょっと YouTube の企画の中で全部メニューそれぞれ考えてるんですよ。全然違うぐらいで5種類で、一番得票数が多かったやつが優勝。優勝する。そう、優勝するってことやった。いくらでも食べてもらった。まあその分ね、やっぱ選んでくれたら。そうですね、得点になるもんな。なります、なります、なります。今回のそれぞれの推しポイントみたいなものを聞いてて。あー、推しポイント、それで言うと、うん、まあ、また歌うまユニットがまたご一緒じゃないですか。あー、モアザンプレシャスっていう新曲を今回やるよね、はい、そう、だからそれはちょっと楽しみだなっていう。まあメスもちょっと違うし、ラップもあるしみたいな。あとはなんかバックヤードグランプリっつって、海のりと僕で MC して、中継先が大倉っていう、あの原宿の黄色いやつ。黄色いやつ、ちょうど犬猿の中なんですよ、二人とも。僕がアンチ大倉なんですよ。アンチ大倉で、見下し海のりなんで僕が。あの、ちょっとそれ気になるわ。バックヤードグランプリやな。しっかり性格悪い MC してると思うんですよ。僕はヒールになるって決めたんですけど。ヒールになる。ジョーカーになると。そう、あなたは決めたのか。髪の毛もそんな染めてもうて。そうそう、それっぽくなってるやんか。じゃあまた西日本やると思ったらやんなかったっすね。そう、でもスタッフさんがね、リアルな現地でここでまたジャズしてたよ、はい、その時に言ってたけど、ここだけの話だけど、西日本やっぱ強かったよ。ご好評いただいてました、ね、西日本ってやっぱ良かったよなっていう話になってた、はい、あんなアイドルしないですもん、普段。だ終わってからもうなんかってなるぐらい。新しい日本っぽい曲も多分運勢ユニット、確かにそんな感じだったから。ラッキーあげるよやった。そうそうそう、あれの僕見どころが、シュエ君の、うん、あの一生懸命頑張ってる顔、目真っ黒なんですよ。そう、もうそんなにっていうか、もうどうなるか分かんないで不安がってたよ。他にもこういう人を気になってんねんっていう人を書いたりする。あ、でもまあ先にやっぱ一応言っておくと、おい、ジュンタや。まあ、あ、一応ね、今推し面を聞かれたんだけど、一応先に言っとくと、まあ、そんなに自分以外のことに興味が全くないので。あ、もうそのそれはもう正直に強いて言うなら文則です。ああ見下し文則って言ってたけど、見下し文則。さっきどんな球も拾おうと頑張ってるんで。確かに。そう、ダンスが僕と一緒のルーツなんで、ニュージャックスイングっていうなんか、うんうんうん、ちょっとヒップホップの中でも荒めなやつみたいな。そうなんだ。だからちょっと普通にそこはシンパシー感じます。なるほど、そういったリスペクトも込めて言ってるんですよっていうのを今、ふみのりくんに届けます。確かにこれ見てる人、あんま俺のこと普段こんなやってるって知らないから、ドン引いてるかもしれない。すいません。推し面的な。推し面がアイスの後輩の感じがめっちゃ可愛いのよ。後輩か、で毎回すれ違ったら、お疲れ様ですってずっと言ってくるんだよ。お腹空いたなってボソって言ったら、しゅんたくん、クレープありますよって。そんなん言ってくれるんや。めっちゃ後輩パシってな。その中でも可愛いのが、ヤガミくん。キラキラした目で
ちゃめちゃ挨拶してくれて、よしよししたい系男子。よしよししたい系。全然興味ないし。高橋君推しあるんですか。推し？高橋君ってそんな人に興味あるんですか。いや、なんやその言い方。基本的にはもう全員に興味があるし、全員に話しかけたいと思ってるけど、楽屋から出る勇気がない。あんま考えたことないけどな。大人だよ、大人。みんな推しやし。うわぁ、嫌や。ディエネルの武田創生。おぉ、そうですね。まあちょっと目の前にいる。結構歌とかも頑張ってるイメージがあるし、俺と柊くん、二人のライブ、セブンレノタっていうライブやったんやけど、それにも来てくれたりとか。おぉ、かわいい。尊敬する先輩なんだと思うし、それは。だから俺も聞いてくれることとかあったら、ちゃんと答えようっていうふうに思う。ああ、なんかいいな、なんかかっこいいな。あと俺、アコ。あ、そうじゃん。ダンサイパーの。えぐいね。かっこいいね、あれは。尊敬する。ちょっと、今年のエビダはまたちょっと違った部分が見れるかもな。だと思いますよ。楽しみましょう。やってます。